生ファラーのデカチャンネル。デカチャンネル。デカちゃん。デカちゃん。ありがとう。デカちゃん。もっちりキョンチーです。もっちり。はい、ナイス。キョンチーのいつもの俺ちょこちょこ見てるからドライブ。ちょっとそれこっちであげちゃいます。そのままもらいます。黄色着ません。ありがとうございます。暗めの服着ます。確かに黄色。うわ、黄色いっぱい持ってたらな今日。いつもあれ黄色着てもらってんのよ。着てもらってる。おストラーイ。私は今ちょっとこれはフジテレビにキョンチが来てたんで、僕らのハチミツハウスに。はい。このまま僕たちはライブに下北沢送ってもらおうという算段です。はい、ありがとうございます。最高マジで。俺結構キョンチのこの助手席乗ってんねん。確かに。なんかさ一回さ。ハチミツライブだっけ、みんなでやったライブ。ああ、俺らが大阪の時やった。そうそう、でさ、大阪に帰るのにさ、打ち上げしたんだけどさ、うん、終電ギリだからって、私東京駅まで2人送った気がする。あった。あれなかったら俺ら乗れてなかった。確かに。俺は、そうや、チケットの時間変えた。あ、そうだ、止まったんだ、結局そのまま。それは朝から仕事やったから絶対帰らなかった。そうだ。あれありがたい。ヘイブギブギバンバン、レッツゴーバリバリブンブン。最近 TikTok 始めたから俺ら TikTok やってるから聞き馴染みある。でも重装されてんの。ほんまや。どこ出たの。ぐるぐるしてんでずっと。やばい。しかも、いや、聞かない。鬼舞辻無残や。どんどん。しかも最後のところ、なんだっけ、無限城。無限城よ。出れへんねあれ。ピンピン。やばいよ、やばいよ、やばいよ。しかもどんどん電気消されてる。やばい、やばい。そんな遅くないのに。まだデスゲームの始まりだ。おいおいおい、このメンバー強いよ、デスゲーム。このメンバーだったら強いよ。確かに、結構いいスリーマンセル。スガちゃんを見るより強いから。スガちゃんは言うとすぐ死んじゃうでしょ。マジで死ぬやろな。え、ちょっと待って、一回聞こう。いや、聞かないよ。聞かないよ。デスゲーム好きだよ。すごいブレるから、このどんどん。え、それブリンブリン。プリンバンバン。あ、ほんまや。プリンバンバン言ってたよな。あの S2O やったっけ。 S2O お台場であった。見てんな。見た見た見た。え、サイケ。あれは S2O って何なんだろう。クリーピーナッツ来ててんな。あ、違う、だからそのクリーピーナッツの時に行ったの。クリーピーの、クリーピー目的。クリーピー目的だから他がどういうのやってたかは知らん。その時間なんか仕事終わりでバー向かって、うん、そのクリーピーナッツの時間だけ行けたから。よかった。あ、来た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 。やっと抜け出せる。あ、やっと抜け出せる。よかった。来たん、あれやわ、俺ら東京進出するとき東の弟に車で送ってもらって。大阪から。あ、言ってたね。まあ、あれ湾岸やけどな。湾岸の近く。あれは湾岸の近く。あれはマジでおもろかったな、あれ。こっから高速やから、もう長い道のりやから寝ちゃっていいからな。時間ぐらいに下道になってて、え、あれあれ、もう下道じゃないですか。道間違えて奈良着いたわ。え、そう言われてて。全然ちゃう方向。何してん。分からん。高速道路。しておもろかった。やっぱり家族総出でアホなんだ。そう、やばいって。しかもお前着くまで笑ってたから。おもろすぎて。やばいって。そう、やっぱ息子いるし、息子の相方やから。うん、まあ、いいとこ見せたいじゃないけど。まあね、うん、で送ってくれるし、うん、なんかそのちょっとデカなってた部分あったかな。じゃあ何ピース。で昨日ハチミツハウスに俺の弟が来て。うん。俺の弟どんなやったんですか。え、なんか銀髪でさ、え、結構ツンツンの髪型してて、うん、で黒メガ、黒サングラスで丸メガネみたいな。丸の黒サングラス。うんうん、わかる。もう見た目五条悟る。ちっちゃい五条悟る。背丈石川と一緒に。でもお前危なかったな。俺の男領域展開な。ギリギリやったよ、お前。これね、あげました。ハチミツハウスの目の前にあるガチャガチャ。ああ最高。これほんま優れまやで、ね、これひふみ。ひふみとか1124で、え、じゃあ1126でいい風呂とか。わしの友達の誕生日だ。俺合わせ可愛くなってる。1126。うん、まあ、777。それ
ね、7777これ緑、俺グレーの5963、お黒さん、お黒さんで、これ何がすごいって、その時計やからな。え、あれはないの？よろしく。あった、よろしく。あんで何色？うわ、色何やったっけな。オレンジ衣服。そうや、え、オレンジで衣服が乗ってるわ。よいい風呂じゃなかったっけ、さっき見た。いい風呂だった。オレンジ、黄色がよろしく、黄色がよろしくかな。あ、黄色もあるんだ。紫ないの？紫ない。黒はない。黒ない。前職出るまでみんなでやって、そうで、俺は最初緑って言って、緑が出たら俺にはあげなか、うん、自分の色まず決めて、みんなでやるとき。そう、これ時計やねん。400円。はい、8時5分です。20時8分でした。20時8分です。え、これどっちだ。8時2分8時2分か。8時2分や。そこ、こっちが一桁なわけないか、うん、そっち一桁や。AMK さんや。え、ブギブギバンバン。あまりすぎやろ、それ。何してやん。ポケダンスやな。あはん。あはん。あはん。かっこよかった、S2O の。やばいよ。え、どっちが好きやん。確かに。あるして。あどっちも人気やん。やぼいな。やぼい。パパとママどっちが好きな質問答えれますか。あーと一緒。なるほどね。はい、え、ハチミツの曲でさ、うん、ビックリーピーナッツやったっけ。シックリーピー。シックリーピーナッツ。俺のマグマしてるやった。あーちっちゃいって思ってる。お前ええねん。もうやっぱちっちゃさ引っかかんねん。さあ。ちっちゃ。俺の周りのでかい女は全員俺のことちっちゃいっつってくんねん。エビちゃんとキョンチェ。それさ、どういう意味ででかいって言ってんの。器。あ、オッケー。了解。流されてます。本当ね。シックリーピーナッツの時さ、加賀谷さんいたじゃん。いた。だからさ、その、確かに。そのままやってもな。そう、うん、とかさ、なんだっけ、だが情熱あるでもやってたじゃん。はい、やってた。やっぱ普通にもうすごくと思ってるからさ、え、なんで石川なんと。俺と中州。あれに当ててたよな。やっぱ中旬はでも良かったかも。何がや、俺結構顔似てたね。中旬結構良かったよね。はでも俺思ってたより涼一似合ってたけど。そうやろ、涼一思ってたより。ちっちゃすぎんだって。ちっちゃかった。マジでちっちゃかった。まだ藤てる。すげえ子供かと思ったじゃあ。ヒゲが覚えない。あれもう、もしかしたら道間違えてない。あ、ほんま、もう一個良かった。有明。Hey, boogie, boogie, bam, bam. Let's go, party, party, boom. Oh, いけるやん。イエーイ。よいえ。パーティー乗りたいです。え、キョンチーはそのどんなんがタイプなの？どんな人？顔？うん。顔？ジョーさん好きよ。顔じゃない。カリスマじゃん。カリスマが好きなんや。才能か。顔？顔はアズマいいやろ。俺はずっと言ってんねん。アズマ飛躍は。そのハンサムボーイよね。ハンサムボーイ。イケメンじゃなくてハンサムボーイ。ー確かに俺古いねんな。俺は。何笑って笑ってんねん。何声やの。石川。石川こっち向いて。こっちおで。結構イケオや。イケオ。まだもね。負けたクマみたいな顔してる。負けたクマです。ナーボリアのそれ。雑魚やんけ。負け子グマ。いや、才能ある人好きなんや。才能エグい。荒川とかも割とそれよ。そうやな。あ、そうだね。言ってたよな、昔、うん、ちょっとあいつ難しくどこ。長見さんとかな。あ、長見さんすごい好き。ああ、好きなんやっぱ。好き。でもなんかさ、長見さんってさ1ミリも痛くないじゃん。ああ、なるほどね。自分も楽しい。そう、なんかちょっと痛いとか闇っぽい人が好きなの。ちょっと痛い人。そういうジョーさんか。あの人超闇の人がもうめっちゃ当てはまんねん。そう、京極か。京極か。じゃあちょっと痛くて闇っぽい。あ、京極ちゃん。京極ギャル。でもよう見たら大分やから。大分。大分じゃなくて京極ギャルすぎるから。マインドがマジ友達って感じ。あ、ギャルすぎんねん。ヒルバンガイはギャルすぎる。確かにシュンとかは思うな。
俺らはギャルすぎる、全然。あー、何すぎ、ちっちゃすぎ。俺だけで言ってるんですよ、なんか横見てみ、でかい、バカでかい、ね、最近デカなったから。デカ男ランドの先頭いるやろ。デカ男、デカいからな。え、なんか誰だっけ、でもこの間すっごいでっかい人いたんだよな。誰やろ。あ、でもほら、私さ、よく大ちゃんとかに会うからさ。あー、大ちゃん。そう、大ちゃんってさ、縦幅も横幅もあるじゃん。確かに。太鼓もでかいもんな。太鼓もでかい。大ちゃん、太鼓、あの辺はでかいよな。そうそうそう、だから、まあ、そう、東はもうでかいんだけど、うん、わーってなんない、びっくりする。確かに、もうちょいでかくなっといた方がいいか。俺な、才能エグらしいね、やっぱ。いや、だと思う。そう、筋肉つけたら、うん、でかくなる才能が半端なくあるらしくて、うん、本気出します。見て、本気出しちゃう、本気出しちゃいます。マジで俺、東はもうどんどんでかなってほしい。え、いいんじゃない、もうどんどん石川がちっちゃく見えるけど。いや、俺もやってんねん、ごめんな。いや、無理よ。いや、早いね。で、確かに俺がちょっと筋トレ始めてからルーツちっちゃいって言われるようになってしまった。めっちゃちっちゃい。だから申し訳ない、ちょっとやろうかなと思って。だってあのさっきさ、あの信子のお尻ってやってたじゃん、うん、ケツ幅なすぎてマジで子供かと思った。いや、俺ケツやばいんだよ。お尻ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。走り速いね。え、走りめっちゃ速いね。走り速いから何って感じ。あ、くそ、こいつ小学生ちゃうかった。ねえ、レインボーブリッジ、レインボーブリッジ通ってますよ、皆さん。東京タワー、東京タワー、見えてるよ。うわ、やばいな、ここ。結構景色えぐいな。やばいよ、あとでスカイツリーもあるよ。ごめんなさい、皆さん見せれなくてね。はい、申し訳ないけどね、それは。いいわ、ここほんますごいよ。え、右にあるよ、スカイツリー。これ気持ちいい。はい、あっこ、うわ、聞いてんの。ちょっと暗っ、早いね、東京タワー。東京タワーは結構光ってるね。なんで青と赤で、えー、ブーギブーギバンバン。せめてずっとポケダンちゃな、ポケダンス。まあまあ、レッツゴーバリバリバンバン。まあ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 。最近ポケダンスとチャンカパーナしか聞いてないんだよ。チャンカパーナ今聞いてんのよ。チャンカパーナって言いたいから今。うん、月がふー、あの好きなんですよ、あそこ C メロみたいなとこ。違う、大サビかな、わかんない。あれはシャドウ、真夜中のシャドウになって。カウボーイ、カウボーイ。君を、君を奪いたい、その笑顔を守るために命かけても構わない。ニュース、ジャンプだ。平成や、平成ジャンプ。出たての知念くんぐらいちっちゃいやん。何だ。風を切れ。やっぱそこだよね、知念くん。あれは風を切れな。あれ超可愛かったもんな。あれ言いたなるよな。あれ、あれ、こう歌いたなる。あそこ私一回も言えたことない。高すぎ、高すぎ。Dancing for my team。 耳から離れへんよな、その、うん、癖なる。うん、一曲選べ、もう一生これしか聴けへんってなって。どれ。え、マジそんなこと。やだ。じゃあ一回考えてみよう。一生聴けへん、あ、もうそれだけ。俺、情熱のバラ。あ、気持ち上がる。うん、俺は一番好き、尾崎豊で、僕が僕であるために。うわ、マジかよ。あ、そうか、俺ドンストップミーナウよ。誰それ、誰それ。クイーン、ドンストップミーナウ。そう。アバナグッタイ、アバナグッタイ、アブスリーサンタレレレレラッケタイガーってやつ。うわ、どうしよう、私マジでいいかな。1曲、チャンカパーナにしようかな。マジマジ。うわ、嘘嘘。一生チャンカパーナ。あんま言いたくないけど、もったいないって。これはニュースさんに悪いとかじゃなくて、いいね、チャンパ、チャンカパーナって。チャンパ言うてる。チャンパカーナっていいけど。あれいいけど、多分な、ニュースのメンバーもやめてくれって言うと思う。うん、あれって、あの、100曲聴いてる時に来たらテンション上がるやつ。えぇ、だって1個でしょ。うん、逆になんかもう決められないから、チャンカパーナあたり。今ハマってるだけでいく？わかった。じゃ、マジで一番好きな曲がいいと思うけどな。一番なんかないんで、あ、ユーロとかあり？ユーロどうぞ。あ、ユーロ、ユーロ、ユーロどうぞ。あ、ユーロね。あ、ユーロ。あー、でもあれかも、ストーンズかも。はぁ、こっからどんな、あの、だが情熱はあるの主題歌。もう安子の闘志、
ちょっと知らない。見てない。多分いい曲やな。ちょっと電話来ました。はい、はい、どうも。はい、お疲れ様です。荒木だ多分。荒木かい。9時半に入らなか。そうそうそう、まだ8時15分。いいんすか。いや、迷惑かなと思ってちょっと。ブギブギバンバン、レッツゴーバリバリブーブー。前です。ずっと好き、あのジャニーズ。じゃあ、うん、ああいう、ああ、うんと、私もともと LDH が好きだったからさ。でもやっぱ小学校の時はニュースとか、あとカトゥーンめっちゃ好きだったから。カトゥーンな。カトゥーン。荒木一から。生きてるたらそれだけで君と走って行こう。Take it on a ratio。 この世代の人みんな好きやったじゃん。ダサいのに好きやってんな。すみません、荒木でした。リアルフェイスとかもダサいもんな。ギリギリでいつも生きていたいから。カモスターバック。やっぱいいね、あの時のカトゥーンって。今かっこよすぎ、ほんま。ストーンズとか、わかる。スノーマンとか、わかる。曲がやっぱちょっとダサいので言ってくれんの。でもあの時あれがかっこよかったから。でビッグバンとかもちょっとダサいやん、やっぱ。まあ、なんか翻訳してるからかもしれんけど、一撃でゾッコン。ああ一撃でゾッコンちょっとダサい曲俺好きやねんな。いや、わかるわかるわかる。昔のはそれ多いよな。多い多い。あの時はダサいと思ってなかったよ。思ってない。超かっこよかった。超かっこよかったあの時はね。カマセハルバックとかもハルバックいけって思ってた。いや、田中幸喜かっこいいって思ってよし、じゃあハルバックいけって思ってたってこと。昔ってさ、うん、ウォークマンとか あれとかで聴いてへんのに覚えてたから、ね、嵐とかさ、うんうん、街中で流れすぎて全部歌えるくない嵐とかって。だかテレビを超見てたからじゃない。そういうことか。多分で流れてるから。テレビもさ、音楽番組も超あったしさ。あで音楽バラエティみたいなのが多かったじゃん。確かに。歌番とか、へーへーとか。歌番ね、懐かしい。そうそう。だからさ、そのなんて言うんだろう、バラエティ感覚でそれ見れてたからじゃない。確かに。うん、マッチで流れてるからグレンゲとかは入ってたんか。あれも聞いてへんのに。グレンゲってめっちゃ最近じゃない。最近だったら、最近で言ったら。ああね、あだからドライフラワーもそうじゃない。そうやな、うん、だって渋谷行ったらずっとドライフラワーだと思う。へえ。なんか有利期間みたいのがあって。へえ。有利区間みたい。いや、有利期間切れたら出ますやないね。めっちゃ有利だった。じゃあ、あとやっぱさ、普通にさ、ドラマとかも超見てたじゃん。めっちゃ見てたな。そう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 、からだよ。ドラマの主題歌、今ドラマ主題歌とかめっちゃ聞くもんな。うん。あとさ、めっちゃ思う。今さ、ドラマのさ、うん、挿入歌ってあんまなくない？あー、確かに。なんかその、テレレンみたいなさ、メロディー的なのあるけどさ、歌っていうと、そういうの、主題歌くらいしかなくねと思って。プロポーズ大作戦のモンゴル800みたいなこと。あれは、まあそう。挿入歌って。そうだね。まあでも、がっつり入ってもな、あれ。あれはなんか、話の中に。そう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 。というよりは、花壇のプラネタリウム。とか、あれ主題歌はだって嵐だったでしょ。あ、なるほどな。見てない、もしかして花壇。俺あんまり見てない。俺あんま見てない。全部見てる。花壇、男の子って花壇見ないの。単語ね、見るよ花壇って。あの少女漫画は読んでないけど。あ、私は漫画は読んでないけど。泣き昔ので、なんやろな、一番好きなドラマ。 IWGP はおもろいな。ああ、でもあれも遅れて見たからな。リアタイじゃなくない？リアタイじゃない。だよね。まあ、極戦とかリアタイやったな。え、誰誰誰誰の時？黒道。黒道？黒銀学園かな。はい。赤西。ああ、だよね。亀梨。だよね。うん。もこみち。もこみち。小池徹平。ああ、もう一人誰だっけな。あ、小出圭介。小出圭介。小出圭介？ちゃうやろ。え？いたような気がする。小池徹平？小池徹平はいた。小出圭介はルーキーズだ。ルーキーズや。これ誰だ、もう一人。関西弁のやつやん。ヒョウ柄の大東俊介。違うの。あ、と五十嵐。だからそれはルーキーズだって。五十嵐俊介でしょ。あれルーキーズか。五十嵐俊介、うん、大東俊介もこれルーキーズのなんかあの定期に出てた気がする。でも私一番好きなドラマルーキーズだよ。ああ、いいなあ。いいなあ。僕さ、2やな。だから見てた。2、まあ、1はなんとなく見てたけど、やっぱ2だな。ゲストで佐藤隆太来た時ほんまテンション上がったな。え、何？佐藤隆太さん、蜂蜜に来てくれて。やっぱ
うわーってなったな。やっぱルーキーズやから。いいな、なんかいいな。目にきらめけ。小出圭介出てる。やっぱ出てたんだ。私、あの小5クイズで初めて会って。小5クイズ、あー。あ、言おうと思ったけど、言えなかった、さすがに。かっこよすぎて。大勢が、好きすぎて。そう。え？塚本隆さんと、うん、佐藤隆太さんが来てて、2人で。でも世代すぎて、大勢がテンション上がって、うん、サイン欲しいです、みたいなの言ったら、もうサインもらってた。今着てる服にサイン書いて、その服もらってた。いいなぁ。うわぁ、塚本隆、超好きだ。あれ、バトルワイヤル出た時、15とか言ってた16か。うわ、なってすぐバトルワイヤル怖かった。私、あれ子供の時見てて。確かにな。マジでバスの女嫌いになったもん。あ、憧れるしな。そう、あの遠足とかすごい嫌だった。俺結構ちゃんとあの辺見てないねんな。見てないんかよ。そう、パッチギとかも見てないねんな。そうやな、あそこ昔の見てないな。見てない。パッチギめっちゃおもろいで。面白かったね。少年グレン隊は見てない。え、見てくれ。いや、その辺ちょ見たいねんな。それ知らないわ私。岸和田少年ぐらいでめっちゃおもろいねんな。めっちゃおもろい。知らない。え、でもさ、岸和田少年なんとかってさ、バリクソ昔のやつじゃない。そうで、ナイナイさんが主演だよね。芸人名主演。はい、それ何かで、何かで見れんじゃん。何かでは見れんだろ。何かで探そう。ちょっと確かに。日本の有名なやつってパッチギ。パッチギは有名な。見てた方がいいけ。パッチギ一番見てたら方がいいやつ。それではパッチギではないかもしれないけど。ないと思うよ。なんかでもあるやん、そういうの。映画もうみんながいいっていうやつ。トトロとかじゃない。じゃあトトロとか見てんねん俺。え、あれは見たの、名作系、湯が沸かすほどの熱い愛。ああ、あの辺はまあ一応見てるやつもある。でもなんか昔のやつとか見てないから。まあ、新しい。そう、昔のやつ。下妻。ああ、下妻は俺見ようと思って止まってんの。あれおもろいで、めっちゃ。確かに下妻もなかった。面白いけどさ、うん、まあだから絶対見なあかんとかじゃない。うーん、なんだろうな。僕と駐在さんの単純日戦争みたいな。だからあれもなんか覚えてないやん。世界でいうタイタニック的なやつでしょ、日本のな。うん、それやったら俺はもうトラさん見てほしい。長っ。映画って言ってんじゃん今。映画やねんあれ。え、トラさん。そうなの。映画ドラマぐらい多いねんあれ。映画50個やってる。あれ変すぎ、マジで。すごい。映画をドラマみたいに撮ってんねん。やばいやろあれ。映画おもろ、見よ。てれれー、てれれーでしょ。違うって。必殺仕事人やん。しゃばい。必殺仕事人でもないわ今の。え、何テレレテレレレレ。私、生まれも育ちも葛飾柴又、帝釈天で武を使い、姓は車、名を虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。テレレ違う、テレレ違うって。違うって、それヤクザのやつやん。怖いけど。確かに、仁義なきとか。仁義なきや、仁義なきおもろいで。あ、確か俺それ見てないな、仁義なき。仁義なきおもろいで。南の帝王はおもろい。食器おもろいな。あ、私それ系のね、映画好きなんだよね。銀太郎は見てないな。銀太郎、サラリーマン銀太郎。あ、見てない。見てない。釣りバカ日誌とかな。おもろいで。見てない。おもろいで、釣りバカも。なんかああいう映画俺めっちゃ見ようかな。あ、古い。 あでもそれ男っぽいからいいんじゃない。なあ、いいよな。俺多分そこら辺全部おとんとかが好きやったから家で流れてて見て、うん、あれ、ね、そう。あ、トラさんマジ見てほしい。むっちゃおもろいだよ。いや、ちょっと50個か。確かにな。でもまあ映画やからどこからでも見れんのよ。調べたらおもろいやつあんねん。それはさ、その全部見なきゃいけないじゃん。いや、全部見てほしいで。100時間でしょ。で、言うて俺あの今38個ぐらいしか見てやばくね。進めてくんね。さすがに全部は無理か。あと12個ぐらい見れてないね。見なよ。見たい。今時間ない。そのあのね、トラさんに注ぐ。トラジロー。トラジロー。気づいてもう30分も撮ってる。ああ、もうそろそろつきますか。はい。うん、あとね、4分くらい。4分くらい。じゃあまあ、この辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。デカチャンネルでした。デカちゃん。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。